気象予報士解説、今後の雪の見通しと注意点は、2021年12月27日19時46分、数年に一度クラスの強い寒気が流れ込んでいる影響で、西日本では26日夜から27日朝にかけて記録的な大雪となりました。 東北や北陸、新潟県の日本海側では28日、明け方まで大雪の恐れがあり、引き続き車の立ち往生など交通への影響に厳重に警戒するとともに、なだれや着雪による停電などにも十分な注意が必要です。 今後の雪の見通しや注意点について山の神妙理気象予報士の解説です。解説動画1分33秒。この動画はデータ放送ではご覧いただけません。日本海側明日明け方まで大雪の恐れ交通影響に厳重警戒を2021年12月27日。 20時49分、数年に一度クラスの強い寒気が流れ込んでいる影響で、西日本では26日夜から27日朝にかけて記録的な大雪となりました。東北や北陸、新潟県の日本海側では28日明け方まで大雪の恐れがあり、引き続き車の立ち往生など、 交通への影響に厳重に警戒するとともに、雪崩や着雪による停電などにも十分な注意が必要です。気象庁によりますと、日本の上空に数年に一度クラスの強い寒気が流れ込んでいる影響で、 日本海側を中心に雪が降り続け、鳥取県地図町では26日夜遅くまでの6時間に43センチの雪が降ったほか、27日朝にかけては滋賀県など近畿北部でも記録的な大雪となりました。この時間は新潟県や北陸を中心に雪が強まっていて、 午後7時までのわずか1時間に新潟県津南町では10センチの雪が降りました。午後8時の積雪は新潟県津南町で127センチ、滋賀県彦根市で60センチ、鳥取県倉吉市で55センチなどとなっているほか、発達した雪雲は東海にも流れ込み、 岐阜市で3センチなどとなっています。西日本から北日本の日本海側では、積雪が平年のこの時期の2倍以上に達しているところが多く、普段数センチしか積雪のない彦根市では、30倍に達しています。雪の量の見通し車の立ち往生の危険も、今後の雪の見通しです。 発達した雪雲は次第に東へ移動していて、広い範囲での大雪のピークは過ぎましたが、近畿は27日夜遅くにかけて、東北、北陸、新潟県などは28日の明け方にかけて大雪が続く恐れがあります。 28日夕方までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで、新潟県で70センチ、東北、北陸、関東北部で60センチ、岐阜県と長野県で50センチ、近畿で40センチと予想されています。大雪による交通への影響に、 厳重な警戒が必要で、雪崩や着雪による停電、屋根からの落雪にも十分注意が必要です。気象庁と国土交通省は大雪となっている地域では不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。また、28日も各地で厳しい冷え込みとなる見込みで、路面の凍結によるスリップ事故や、 歩行中の点灯、積雪の多い地域では、除雪中の事故などに十分注意してください。大晦日も冬型強まるか、冬型の気圧配置はこの後一旦弱まる見込みです。一方、今週末の大晦日から元日頃にかけて再び冬型の気圧配置が強まり、 北日本から西日本の日本海側を中心に荒れた天気となって、大雪や大しとなる恐れもあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。大雪の地域では不要不急の外出を控えて、大雪による交通への影響に、 厳重な警戒が必要で、雪崩や着雪による停電、屋根からの落雪にも十分注意が必要です。気象庁と国土交通省は大雪となっている地域では不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。また、27日朝は西日本や東日本の各地で氷点下の冷え込みとなったため、 路面の凍結によるスリップ事故や歩行中の転倒にも十分注意が必要です。官房長官、大雪の際不要不急の外出極力避けて、松野官房長官は記者会見で、明日にかけて北日本から西日本の日本海側を中心に降雪量が増える見込みであり、引き続き厳重な警戒。 注意が必要だ。これまで特段の人的被害などは確認されていないが、昨日は鳥取県の鳥取自動車道で車両対流が発生し、本日も滋賀県の国道で通行止めが発生しているほか、鉄道、航空の運休など交通機関への影響が生じていると述べました。 その上で政府は官邸危機管理センターに情報連絡室を設置するとともに防災担当大臣のもと関係省庁による災害警戒会議を開催し大規模な車両滞流の回避に向けた取り組みと災害発生時における応急対応などを確認し共有をしたと述べました。 そして大雪となっている地域にお住まいの皆様は明日にかけて交通障害などに警戒するとともに気象情報や道路などに関する関係機関の情報にも注意をしてほしい。また、